一族であった八代氏の詰城であった巨漢は城の内遺跡の位置にあったとされている栄誉天文年間に築城されたと言われている天文22年八代忠国は近隣の塩崎氏や雨宮氏などと共に真田幸田からの調略に応じて武田氏に侵入したこのため村上氏の桂お城は自落し 5度12年にわたる川中島の戦いの引き金となった。その後、八代氏は、武田氏の命により、A62 年に荒戸城に領地替えとなって移る。これは、工事元年の第二次川中島の戦いの後、越後上杉氏との前線が、村上氏の丘陵派に品軍から川中島まで北上したことや、A63 年に海津城が築城されていること、さらには、 長沼城が北進の本拠地として整備されるなど、状況の変化によって、八代城の相対的な価値が下がり、この時期に廃城になったと思われる。しかし、八代市が荒戸に移った後に一時は、甘宮市が居城としたとも言われている。現在の品の鉄道八代駅の東側にある、一重山に築かれた山城。一重山は、 南の有明山から細長く伸びた尾根にあたり、東西は極めて狭い地形となっている。そのため八代城は、一重山部分とさらに北にある、北城に分かれ、総延長は 1km にも及ぶが、横幅は最大で 35m ほどしかない。一番標高が高い一重山が、本城にあたり、狭い安部で仕切られた南城が、市場に相当する。 このような一つの城の内部に独立した別城閣を持つ構造を一城別格と呼ぶ。同じ有明山の尾根城部には古墳時代の前方後円墳の有明山将軍塚古墳があり、隣の尾根には県内最大級の森将軍塚古墳がある。また狭い平地を挟んだ北東側の山地には川中島の戦いで、 神杉軍が婦人したと伝えられる最助産がある。ありがとうございます。